吉村智弘は、地方競馬の園田競馬場、飯田義弘旧社所属の機種。地方競馬教用センター機種家庭第75期生。2002年3月31日付で、地方競馬機種免許を取得。同年4月17日、第2回、園田競馬2日目第1競争荒系 F4 組3歳一般戦山のファイナルで、初起乗。同年5月8日。 第4回、園田競馬1日目第2競争荒系 F5 組3歳一般戦を山のファイナルで優勝し、初勝利。2003年8月20日第1回姫路競馬2日目、第8競争育の銀山特別を、力愛コスマーで優勝し、地方競馬通算20勝を達成。兵庫県競馬の規定により、減量騎手を卒業した。 2004年3月22日第18回全日本新人王総派戦出場。2005年8月12日第9回名古屋競馬4日目、第11競争第11回東海クイーンカップを初値同後で優勝し、重賞初制覇。同年9月18日第4回阪神競馬3日目、第11競争第23回関西テレビ、放送賞。 ローズステークスで初寝堂後に帰乗し、中央競馬初帰乗同年地方競馬通算100勝達成。2007年5月17日第4回、その競馬6日目第3競争 f 1二組3歳、一般戦をサンペールウルトラで優勝し、2166戦目で地方競馬通算200勝達成。2010年1月3日、第20回。 その競馬3日目第10競争第52回新春賞をキーポケットで優勝し、地元兵庫での重賞発生覇同年2月22日第17回福山競馬4日目、第10競争北陸、東海、近畿、中国地区交流第2回デイリースポーツ杯、福山品馬特別も、同馬で優勝した。同年7月27日第7回、 園田競馬3日目第6競争 C に3歳以上、一般戦を1000バズルで優勝し、4504戦目で、地方競馬通算400勝達成。2016年4月12日、園田競馬第6競争をスカイの風山で勝利し、地方競馬通算戦勝を達成した。2017年1月4日付で優待した、橋本忠夫級者から、 1>, 1月5日付で、飯田義弘9社へ、所属変更。2018年は296勝を挙げて、初めて、兵庫と、地方全国、リーディングジョッキーとなり、ナーグランプリ2018最優秀、勝利回数期首相を受賞した。2019年6月6日、そのだければ第10競争の第20回兵庫、ダービーにおいて、3番人気のバンローズキングスに、 起乗して優勝。ダービージョッキーの栄冠を手にした。2019年は334勝を挙げ、兵庫県競馬における年間最多勝記録を更新した。2020年2月25日、その競馬第4競争 C23 組条件戦を名称優勝有心で優勝し、14,866戦目で地方競馬通算2000勝を達成。 2020年12月16日、園田競馬第6競争を、英心アンバルで勝利して、年間335勝を達成。前年に引き続き、兵庫県競馬における、年間最多勝記録を更新した。 地方通算成績は14,871戦2003勝2着1,822回3着1,668回、勝率13.5%、連帯率25.7%、中央競馬28戦0勝、2着1回3着2回。ありがとうございます。